はじめまして、バチェラーです。ちょっと今緊急で動画を撮ってるんですけれども、まず僕が何の仕事をやってるか、これをまず説明しなくてはいけなくて、何を本職としてるか、それはですね、世の中に点在している福田周平に似ている顔の人を探したら動画で報告するっていう、それをなりわいとしています。なので今から報告しなくてはいけないんですが、まず福田周平って何かっていうとですね、元ソフトバンクホークス、そして現千葉ロッテマリーンズに所属している現役のプロ野球選手です。で、僕はすごく好きな選手の一人 で顔も特徴的 で特徴的であるがゆえに、実は世の中にいっぱい溢れてる福田周平っていうのがもうハーバード大学の方で、科学的に根拠を示されている、そういったなんか研究成果っていうのが出てるんですよね。はい、なのでそれを元にして僕も報告していくっていう、腹積もりなんですが、バチェロレッテっていうバチェラーのなんか女性版、男性版って言った方がいいのかなっていう番組を、ちょっと鼻ほじりながらちょっと見てたんですけれども、そこで、福田周平だーって、ちょっと今声が本当に裏返ったんですよ、その時に。心の声が裏返って、で、これで今、たちまち、今動画を撮ってるって最中なんですが、平山大さんという方がいて、めっちゃ福田周平なんですよ。今までに数々俺がリストアップしてきた福田周平っていうのは、顔が似てても体型はちょっと違うなというところがあったんですね。ところが平山大さんめっちゃ背高いし、で体も結構絞っていいんですよ。で福田周平本人ってめっちゃ体格いいし、で足もなんかシュッとしてめっちゃ長いんですよ。ガタイが良くて、ですごくかっこいいんですけれども、それに匹敵というか、福田周平だ。だから俺最初に思ったのが、バチェロレッテに福田周平出演したんだって思ったんですよ、最初に。なんかタクシードライバーってなんか言ってるけど、いやお前プロ野球選手だろって、もう俺言った、声でちょっと小声で言ったんですよ。いやプロ野球選手だろっていう感じで言っちゃったんですよ、ポロッと。違う、これ本人じゃないんだよねっていうのに、その後に 1.2 秒ぐらいかかったかもしれないっていうぐらい似てるんですよ。だからぜひ見てほしいんですが、ただ残念なことにすごい応援したんですね、福田周平に似てるから顔が。ところがなんか最初の一発目のアプローチミスって、めっちゃ悪い印象を相手に与えちゃって、でそれ以降全く浮上することなく2回戦敗退っていう、非常に悲しい結末を迎えてしまって残念なんですけれども、ただ一つ言えることは、あれは福田周平だ。